スープがないからカロリーが低いんだって。だからね、食べても太りません。ごちそうさまでした。はい、今日はですね、アップタウンモールから来ました。ココロっていうね、ちょっとね、聞いたことないんだけど、見た感じね、うまそうなので行ってみましょう。ここはですね、混ぜそばのお店です。混ぜそばっていうのはね、油そばとも言うんだけど、スープがないスタイルです。油が入ってて、それを混ぜて食べるスタイルです。東京ではね、学生とか社会人めちゃくちゃ食べてました。最近でもね、結構まだブームです。メニューはね、まあ何でも屋さん、普通のラーメンもありますが、なんかね、見た目がね、あんまりうまそうじゃなかったんだよ。だからここのベーシックの一番オリジナルクラシックの東京ってやつをいただきます。スープがないからカロリーが低いんだって。だからね、食べても太りません。これがね、混ぜそばです。スープがね、ないんですよ。その代わりね、油が入ってて、それをかき混ぜる形になります。いただきます。大丈夫かな、半熟だけどね、こういうスタイルです。よくね、混ぜそばはですね、最後の下からまでかき混ぜてください。東京で大学生の頃に爆流行りしてた混ぜそばってやつです。でもね、このラーメン心のね、混ぜそばは初めて食べます。うまそうでしょ。で、なんで持って食べてるかって言ったら、油がね、跳ねるんだよね、結構。だから僕は持って食べてます。スープがないからね、こうやってもこぼれないしね。微妙かな、うん、はっきり言っちゃうとね、大学の時にめちゃくちゃ食べてた油そば、すげえ有名でめちゃくちゃうまいところ行ってたんだよね。だからこのぐらいのレベル、うまいよ、うまいけど、このぐらいのレベルだとあんまり驚かないんだよね。そう、大学がね、めちゃくちゃラーメン激戦区にあったから、で、特に油そばがね、有名なところにね、みんなで行ってたからね、これちょっと、申し訳ない、めちゃくちゃ普通。フィリピンに混ぜそばって全然ないじゃん。だから、混ぜそば見つけたとき、混ぜそばあるのと思って、で、ちょっと来てみたんだけど、食べたことない人はトライしてもいいかもしれない。中身がね、めちゃくちゃね、お肉とね、あとネギがめちゃくちゃ入ってて、海苔も入ってて、結構美味しいんだけど、まあ物足りない、僕には物足りない、でも美味しい。ご飯をここに最後入れるサービスがね、だからここにご飯入れてね、混ぜてご飯を食うっていうのがね、それもうまいんですよ。ごちそうさまでした。うまかったけど、僕には物足りなかったです。もっとね、うまい東京の混ぜそばぐらいのレベルのやつが出たかったです。でもね、混ぜそばトライしてみてください。そんな感じです。またねー。